こんにちは、サンフレッチェ広島サッカースクールの、校長してます広重です。丸谷です。今日はお家でできるホームエクササイズを紹介します。お腹とももの裏の、エクササイズを始めていきたいと思います。まず、つま先を、触るようにして前屈をします。で、その状態から、少しずつ前に、そうですそうです、いきます。で、腕立て伏せの状態のところまで来たら、しっかりこの、もうちょっと下ですね、お尻がここが一直線になるようにして、で、その状態から足を少しずつ前に、そうですそうです。で、ここまで来たら一度起き上がります。で、もう一度、続けていきます。少しずつ、伸ばしていって、で、足をそうですそうですそうです、はい。で、できる人は、前屈して少しずつ、さっきの腕立て伏せの状態より少し、手を前の位置から、スタートしてみましょう。いいですね、森田君。ありがとうございます。で、少し難しい人は、はい、じゃあやってください。難しい人は少し、膝も曲げても大丈夫なので、その状態からいきます。マルタコーチ、あとじゃあラスト1回、はい、はい、お、いいですね、いいですね。お、少し前に出しましたね、いいですね。はい、これでお腹とももの裏の、エクササイズを、終わりたいと思います。ただいま、新年度のスクール生を募集してます。体験も無料で参加できるので、ぜひ参加してみてください。待ってます待ってます。